はい、竹人です。今日はこちら超飛びジャンボ黒ひげ危機一発をレビューしようと思います。皆さんご存知の黒ひげ危機一発の、ニューバージョンっていう感じなんですけど、日本人のソウルゲームっていうともう人生ゲームかこの黒ひげ危機一発のこの2択といってもね過言ではないぐらい有名なゲームだと思っています。でこれ、初代のね黒ひげ危機一発って発売がね実は1975年って知ってました？もうね39年前に発売になったようなんですね、初代のバージョンが。でその後にいろんなねニューバージョンとして新しい黒ひげ危機一発が出たりとか、いろんなコラボの商品なんかが出たようです。いろいろ調べたら面白いのがいくつかあったんでご紹介しようと思うんですけど、2005年に黒ひげ危機一発っていうことでお笑い芸人のレイザーラモン HG さんを起用して、それをモデルに出したそうなんですけど、同性愛者への差別を助長するということで、名前を変更して黒ひげ危機一発レイザーラモン HG バージョンというふうに名前を変えて売ったっていう経緯があるそうです。マツコ・デラックスバージョンとかスギちゃんバージョン、それから青木さやかバージョンなんていうのも過去には発売されたようです。で世界的に有名なキャラクターだとダース・ベイダーをね使っているようなのもあるそうです。で、今回ゲットしたのが、その最新バージョンなのかな、一応超飛びジャンボ黒ひげ危機一発というものをゲットいたしました。でこの超飛びジャンボ黒ひげ危機一発、何が前のと違うかっていうとね、これ書いてあるんですけど、通常のものよりも5倍飛ぶそうなんですね。これぐらい見るかな、はい、ここね5倍飛びますってこんな飛んでるんですよ。こういうふうに通常のはこれぐらいしかビヨーンしか飛ばないのに5倍飛びますっていうので、ちょっと年末年始なんかにみんなでやったら楽しそうだなと思ってゲットしました。本当に飛ぶかはちょっとこれからね検証していこうと思います。じゃあ早速箱から出して中身を見ていくことにしましょう。はい、じゃあ早速中身を出していこうと思います。箱から出すだけですからね、こちらねそんな大変な作業じゃないですけど、だから箱からしてでかい。はい、こんな感じです。はい、ご存知のね刀剣が入ってますね、各種類。段ボールを出すともうあれですね、樽が入ってますね。左手だから樽のでかいかな、こうかな。でここに入ってる黒ひげ、上のね段ボールのこのところに黒ひげが入ってますね。はい、じゃあ中身を一応ご説明しようと思います。剣がね各色赤青黄色緑で、6本ずつかな入ってます。そしてこの黒ひげ人形ね、いわゆるねこの大きい樽、これ以上ですね。本当に簡単、これしか入ってないですね。このね人形もすげえ久しぶりに見たら懐かしいです。ここゴムになってんだな。ゴムになって、もしぶつかっても怪我しないようにここがねゴム素材になってます。今までのやつってもうちょっと何年もこれ僕やってないですけど、ここゴムだったかな、もうちょっと覚えがないな。はい、じゃあ早速一人ですがプレイしてみようと思います。まず定番これね入れますよ。でこれ刺すんですよ、こうやってね。懐かしいな、これ。怖え一人でやってるのも怖え、意外と。これどういう仕組みなんでしょうね。毎回毎回変わるってすげえな。ちょっとでもこの状態でやってもあれですよね。やっちゃったかも。ちょっとどれぐらい高く飛ぶかわかんないけど、もうちょっと引きの絵にします。これで多少ちょっとね遠くに行ったんですけど見えるかなと思います。じゃあ引き続き続けてみましょう。怖え、ドキドキはするな、昔と一緒にね。怖え、結構いったぞ俺。怖え、怖え。あと4個、あと4個、あと3個、あと2本。なんだこれ、マジかよ。1回目からこんな、本当にどっちにしよう。すげえドキドキ。こっち、こっち、おおすげえ、俺いきなりマジかよ。もうだってこれ出したら飛ぶんじゃん。すごくないこれ、1回目からこんなの俺。マジかよ、超怖え。これ刺したら飛びますからね。え、最初から全部刺さるとかすごくないこれ、本当に。いきますよ、皆さん、見てくださいね。ちゃんと5倍飛ぶから、いきますよ、いきますよ、いきますよ。これ飛ばんない、これ、触ってないのか。へえ、刺しちゃった。いきますよ、せーの。おおお飛びましたね、我ながら。でこう初めの1回から最後の1本までいっちゃうっていうね、1人でやってる。あ、これみんなでやってたらね、最後の1本までやったら盛り上がるんですけど、1人でこれちょっとね、これビッグカメラでね2000円だったんですけど、まあもうクリスマスとかね、年末年始のお休みももう終わりかけになってきてますんで、ちょっと今から買ってもねあんま使うことは少ないかもしれないですけど、これからまだちょっと新年会やるよとかそういう方はですね、是非ちょっとゲットしてみんなでやってみるといいと思います。まあこれもう永遠に飽きないゲームですからね、1個この時期買っておいても、まあ来年も使えるし、しばらくこれ長く遊べるでしょう、みんな集まったらね。はい、というわけで今日お届けしたのは、超飛びジャンボ黒ひげ危機一発でした。ではー。